4番山下拓海君。それでは3点質問させていただきます。一つ目は八丈島をデザインする集計美化について。観光活性化を目指す八丈島ですが、景観整備に関する検討がほとんどされてないんではないかと思います。集計美化で配布される花木には統一性はなく、八丈島の特徴を表現するにはインパクトに欠け、単に個人の鑑賞用で観光島としての街並みに調和するものではありません。今後配布する花木については島をデザインすることを意識した計画的な植栽を行えないものでしょうか。小笠原では景観形成特別区として山や海からの展望に配慮、屋根の色彩形状、外壁の色彩、都道の無電柱化、自然素材を生かした看板、気候風土に合った植栽で島らしさを創出する、これらの観光に対する本気度が世界遺産につながっているのではないかというふうに思います。八丈島は何でも自由な良さもありますけれども、異国情緒を楽しみたい観光客に多少の演出も欲しいところです。土木建築に関しては、建物を新築改築するとき町推奨の色デザインの工事にはカラー建材や塗装に助成金を検討することによって協力を得ることはできるのではないかと思います。2つ目は、生活に直結しますけれども、クロアリ対策につきまして、数年前からクロアリが多く発生し、家屋のコンセントや配管パイプに入って火災の心配にもなっています。他にヤモリ、ヤスデ、カタツムリなど増えすぎた小動物に対する生態と、駆除方法について町の対策はありますでしょうか。3番目に、公衆トイレと公園につきまして、徒歩で観光を楽しむ方や高齢者、家族連れ、島の子どもたちが一休みし作られるような小さな公園と公衆トイレを数箇所できないかという要望があります。公衆トイレが遠いために民家や店舗が対応している状況です。町の考えをお聞かせください。産業観光課長。それでは4番山下拓海議員の集計美化に関するご質問についてお答えいたします。八丈町集計美化条例では、八丈町の、失礼ました、町内の優れた自然環境、樹木その他の植物を保護し、花木類の栽培、植栽により景観を図り、集計を図り、強度の美化を推進することを目的とするとされており、またこの条例では建築物等における集計美化として樹木、花木等の植栽可能な場所を確保し美化に努めることとなっております。毎年各地区の振興員にご協力をいただき、集計美化の一環として実施しております。花木の配布は八丈町集計美化審議会委員が13名で構成 されておりますが、構成といたしましては、議員の皆さんからの選出が5名、それから学識経験者8名、八丈市長から1名、事務局といたしまして、八丈町から3名で構成されておりますが、
この審議会におきましておいて、坂上山地域の花いっぱい運動と坂下地域の苗木配布についても審議決定をしていただいてございます。配布に関する配布する苗木の種類についてはですね、八丈島の気候環境に合うもの、また住民が庭先に好んで植える種類を選んでございますので、ご理解いただければと思います。よろしくお願いします。住民課長。はい、議長。それでは4番議員山下拓海議員の大きな2番黒アリ対策、また3番、公園と公衆トイレについて私の方からお答えさせていただきたいと思います。まず2番目の黒アリ対策についてですが、黒アリにつきましては関係機関に問い合わせをいたしましたところ、今現在分布状態、拡散の経路などを調査をしているということでございます。なお現在発生していますアリは足白平伏アリということで特定されてございます。また島での記録のあるアリに関しましての種類は約40種類ということでお伺いをしてございます。さてご質問のクロアリの発生に対する町としての対策ということでございますけれども、確かに家に侵入し財産に被害を及ぼす可能性のある生き物でもありますが、多様な生物層の一翼を担っている生物でもございます。日常生活において迷惑な点もある生き物ではありますが、人間の不快感を優先に考え、迷惑な生物はすべて駆除していく施策を実施していくのではなく、住宅への侵入を防止するなど良好な環境づくりのための創意工夫の対策等を講じるべきであると考えております。以上のことから八丈町としてクロアリの駆除への取り組みを実施していくことは困難であるということをご理解いただきたいと思います。以上が2点目のご回答でございます。続きまして3、公衆トイレと公園についてということでございます。現在住民課が管理しております公衆トイレの数は三根地域4カ所、大加護地域4カ所、貸立地域1カ所、長野郷地域3カ所、末吉地域3カ所の計15カ所ございます。町の条例上15カ所ですけれども、東京都さんの設置いたしました野犬ヶ浜公衆トイレも管理して今現在16カ所を管理しているという状況になってございます。また27年度より高齢者やバリアフリーの観点から和式から洋式へのトイレの改修も順次実施しているところでございます。現在町の取り組みといたしましては浄化槽設置管理事業を推進しているところで、町管理の公衆トイレの浄化槽転換を優先してございます。今年度におきましては要望がございました八重根漁港近くに東京都さんが事業主体となり公衆トイレの整備を実施する予定となってもございます。そこで、ご質問の公衆トイレと公園の増設ということですが、公園とトイレの併設ということになりますと、敷地の確保等の課題がございます。今後町の施設整備年度別計画を策定しながら検討していきたいと考えてございます。以上のことを踏まえまして現段階では設置は困難と考えますが、観光施設を中心に公衆トイレが遠い場合は主要な観光ポイントの観光地図や案内板を活用して対応していきたいと考えてございます。以上で回答とさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、4番。はい、ご回答ありがとうございます。まず集計美観についてなんですけれども、これはですね
都の方では都道にヤシとハイビスカスの並木ということで、きれいに整備がされておりますけれども、これについては観光客ではですね、沖縄と九州それから四国あたりでも全く同じだなというお話でした。で、都でやるところはその辺でいいんですけども、先ほど、島にあった花木を配布しているということですけれども、やはりこの島はやっぱり花と緑という歌い文句もありますんでね、その花の統一性もあってはどうかなというふうに思います。そういうことをしてですね、この島はなんでこの花が多いんだろうとか、なんでこんな色が多いんだろうとか、そういったちょっと特徴がね、これから出していけたらいいんじゃないかなというふうに思います。それとクロアリ対策ですけれども、これはですね、かなり深刻にこれからなっていくと思います。で、各家庭で殺虫剤等で駆除しているかと思うんですけれども、放散砂糖水の作り方とかですね、地域部落での取り組みも今後必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。実際に、財産にだいぶ被害が出ているところもあるようです。それから公園についてはですね、以前子ども議会でも、要望がありましたけれども、やはり、町の市街地にはないんですね、公園がね、海辺とかあと公共観光施設にあるんですけども、先ほどの三つ根に4箇所ということでしたけども、今後ですね、公園にはちょっとこうトイレがあった方がいいかなというふうに思いますので、ぜひこの辺はね検討していただきたいと思います。これ要望としますはい、よろしくお願いします。